どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回も3分リズム練習を始めていきましょう。今回は8ビートのチャでいこうと思います。リズムのテンポ100ですね。 C を押さえて、メトロに合わせて一緒に演奏していきます。 1,2,3,4 しっかり溜めて、このチャが入ると気持ちがいいです。 Am テンポは100ですから、ちょっと8ビートだとのんびりできるテンポかなと思います。 Em7 力は入れないでくださいよ。ガズさんの手を見てください。力は全然本当に入ってない。 F 体も柔らかく 1,2,3,4,1 膝に手を置いてもいいですね。 Am ここで3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 Em7。 このメトロノームよりちょっと自分の音が後ろにあるのがポイントですからね。 Dm7 G7。なんか、皆さんの部屋のねお気に入りのものを見たりして、 C 空が見える人はね大空を見ながらやると気持ちがいいです。こういうね毎日ちょっとねこういう練習いいと思いますよ。ほんとふんわりリズムに、なっていくんじゃない、柔らかいガチャガチャを取る感じですね。 A7 力抜いてください。ちょっとコードの回しを早くしましょうか。 F です。 G7 C Am F D7 G7 C7F D7 G7 で止まる。 F Am E7 C G7 C です。はい、ここまでです。はい、3分やってみました。じゃがじゃん、いかがだったでしょうか。8ビートのチャはですね、あんまりこうパスッなったのかな、これやっぱここも柔らかくできるかとか、やっぱ体を使ってこう全体でリズムを生み出すのが大事で、体を使わないとやっぱりなんかカチャカチャ、なんかかくばっちゃうんでね、まろやかにできるように、これがいいと思います。さあ、このね、ガズレレのリズム練習はですね、概要欄に URL 貼っとくんで、どんな練習風にしたらいいかみたいな解説と、あと他にもね、いろんなリズム取り上げてるんで、1日3分、いろんなリズムで練習していこう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。